いやいや、ブラックロックもようやく悲願のビットコイン e t f アイシャーズビットコイントラストがローンチされましたね。まずはラリー・フィンクさん、おめでとうございます。おめでとう悲願何か勘違いしていないか我々はブラックロックなんだ。1500兆円もの資産を運用する世界最大の資産運用会社なんだ。 今回のような ETF の承認なんか575件以上もの案件すべて SEC から勝ち取ってきたブラックロックにしてみれば SEC からの承認を勝ち取ることなんてもはや呼吸をすることと同じことなんだ君はいちいち呼吸をしている友人に対してねぎらいの言葉なんかをかけたりはしないだろうあーすいませんなんかあの僕、ー、地雷踏んじゃったみたいなんでちょっとそこに関しては君はニンニクを入れるか入れないかの質問に対して普通で葉。そびばかりして上げ足取る必要なんてないじゃなんて取っていないだろうブラックロックにしてみれば ETF を勝ち取ることぐらいごく普通のことなんだはいはいわかりました あ今回も当然の結果だとそう本当マジだから。 あの SEC のタコ野郎は絶対承認してくれると思っていたしそんな嬉しいとかそういうのないし土日とかに部下に何度も確認の電話したとかストレスで髪が抜け落ちたとかそんなこと全然なかったもんねそうですか御社のビットコイン ETF への思い出がビシビシ伝わってきました、えー、話題を変えましょうちま、えー、ではそろそろブラックロック CEO のサクセスストーリーも最終章だと噂されています確かラリー・フィンクさんも今年の11月で御年72歳ですよね 後継者探しに奔走しているという記事も出ていたんですけれどもその真相は全く君たちは耳が早いな忍者でも雇っているのか今後我が社はインフラ投資大手を買収して組織を大きく刷新する予定だ従業員の3%もレイオフを検討している 我が社は政府系ファンドから一般投資家つまり君たちのような田舎ひもてブラック企業の三重苦でヘレン・ケラーも真っ青な自己責任系投資キッズまであらゆる投資家のためのワンストップショップとしての地位を不動のものとして世界経済に対し持続可能な繁栄をもたらすことを目的としている今回のアイシアーズビットコイントラストの成立もその小さな一歩に過ぎない 世間では今回の暗号資産のトークン化に関して賛否があります共和党の党大会ではあなたのことを名出しで意識高い系のクソメガネとなじっている輩もいました今後のビットコインに期待している人もいれば不安に感じられている方もいると思います暗号資産に関する今後の展望をお聞かせください先ほども言ったように我々としては今回のビットコイン ETF は始まりに過ぎないと考えている暗号資産の ETF は金融市場における技術革新の第一段階でその後あらゆる金融資産のトークン化が始まることになるだろう 実際すでに御社はイーサリアムの ETF も申請中ですよねその通りイーサリアム ETF のローンチも時間の問題だろうなそれだけ需要があるのだから乗るしかないだろこのビッグウェーブに 今やビットコインなんて JK から老人まで本質を知らなくとも名前クレイは聞いたことがあるだろうそれほど注目されているということだ実際我が社のアイシェアーズビットコイントラストは最初の3日間で7億ドル以上の流入があったそれに暗号資産はただの通貨ではなく資産的価値がでかいと見ている戦争気候変動岸高このきな臭い世界情勢の中でビットコインは地政学リスクから守ってくれる資産だと考えている何千年もの間金がそうであったようにねなるほど資産的価値ですねただ一部界隈ではビットコイン ビットコインは投機対象としてのみの価値であって長期投資には適さないと今回のビットコイン ETF に批判的な論者も出てきておりますああどうせあいつだろ JP モルガンのジーミー・ダイモンだろ あの狐野郎のせいで暗号資産の価値が下落したり投資家心理の悪化に繋がっているんだよそう大門氏ですえ彼はこのビットコインに対して何でもないただの石ころをめでているのと同じだとペットログだと揶揄しておりましたあなたがおっしゃられていた通りビットコインは通貨と資産の二面性がありますただ法定通貨として機能するために必要な安全性だったり信頼性が欠けていると申されておりますねさらにビットコインはその匿名性と国境を越えた取引の容易さからマネーロンダリングだったり汚職に利用される可能性があると実際以前も北朝鮮のハッカーに盗まれて ミサイル開発に使われたりコロンビアの麻薬カルテルがマネロンに利用した歴史がありますはあどんな5託を並べてもやつが自社製品の JP コインを広めたいだけにしか聞こえんな我々はすでに資産をトークン化する技術を持っている証券を売買した瞬間にそれら全てを台帳に記録することが可能なんだ金融システムのトークン化によってジェイミーが言ってるような腐敗をなくすことができるものとも見ているどんなかぶいたことを言おうとも結局はやつらも AP として俺たちのビットコイン ETF を売っているじゃねえか